レジェンド・オブ・ソード・スミス。はい、聞こうか。レジェンド・オブ・ソード・スミス。うん、何これおバカさん。武器を作り、魔王を倒しに行くんだ。へえ。よーし。戦いに行くを選択し、うん、魔王討伐に挑みましょう。はい。へえ、ほーい。あ、え、なんか昔こういうのやった、ブラウザゲームで。そう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 、あったあった。 FF アドベンチャー、うん、そうだっけ。戦闘はすべてオートで進行します。はい、魔王、魔物を倒して得たアイテムやお金を活用し魔王を討伐を目指しましょう。うん、エスケープキーで止めることも可能。ぶっ倒してやるぜ。え、はい、スラリン社。うん、これオートだから、オートだ、勝手に行く、まあ、勝てるな、このパターンは。特殊攻撃を使ってこないと。あ、でも痛いな、結構。うん、まあ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 、よし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 。宝箱、うん、うわースマホゲーっぽい。ゼラチン、これを使ってなんか作る。そんな感じじゃないか。牛丼特盛り。もうちょっとセンスあったな。おおってなってしまった。うん、スコルピン。うん、なんだっけこれ出てきたやつ。グランドオーシャン。そうだ、グランドオーシャン。あのリメイク。あ、無理だ、熱いスコルピン無理だ。ダメだ、死んだ、ダメだ。なんかおかしい声が。なんかちょっとオカリンみたいな声出る。武器製作、何でも屋が利用できるようになりました。うん、素材を用いて新しい武器を作ろう。うん、何でも屋と武器製作いける。え、じゃあ何でも屋行くか。うん、あー、作れなくね、まあ、生垣とかでは700ゴールとか何使うんだろう、うん、ま、買う。うん、あー、お前がかよ。作るしかないんだ。いいものできてくれる。あー、まあ、一応真心とかある。胡椒いらんか。作ってみてもいいんじゃない。では行ってみるわ。うん、最高の武具を作る。ちょっと面白いぞ、お前。うん、あー、ダメ。まあ、でも何回でもできるんだ。いいてくれ、ゼラ絶対スライムが落としたやつだもん、レア素材で。最高の武具を作る。4つで。うん、うわー。強靭ソフトクリーム、うん、ソフト強いのか。スコルピンどうだ。でも広角系だから、いやー、弱点特攻2500でも400、防御力絶対変わんなくない。こいつ一撃で倒さんと特化しないと攻撃力に。何落とす。サソリの丘、防具作りてえな。できるのかな、まあ、次どうよ。炭火焼肉残、うん、なんだリザード。でも氷なら特攻じゃないの、うん、あーうまいこと作るわ。負けっすね、よけろ、もう負け。痛恨食らったし。なんで痛恨。防御力もないし武器もダメだ。溶けちゃったもんな。ドラゴンキラーみたいなの作んなきゃダメじゃないか、うん、あはは。中岡のこんがり肉。焼き豚ダメだろ。誰持ち帰ったんだよ。はっ、パリ。いただきます。おー、おー、え、次何。魔王とか来る。もう来るか。魔王来る。魔王城。魔王城。これ負けず戦でしょ。展開的には。あ、僕か。魔王使える。貴様の時代もうまいね、これ。襟が。覚悟しろ、魔王。スマブラ服イメージして書かせてもらうと。あ、ダメだこりゃ。勝った。スマホゲーあるあるの衝撃で分かっちゃう。勝てないという感じが。パリしろ。ダメか。おお、試合のミート。なんかあるんだな。闘神を食べた。はあ。でも
取り壊れたんじゃないか。しましたね、うん、追加攻撃しろ、うん、生ガキ、グリーンピース、うん、占い、よし一穴抜きましょう。見えます見えます、うん、こいつさあふざけてるよね。なんで脱いだ。ゼサリヤ焼き豚何ができんねこれ。いいわん、いい真心にとっか。ああ、うん、いいね。火事の神よ今こそこの手に。おお懐かしいこの剣。うん、お弱点だが向こうの攻撃も軽減か。防具なくてもこの聖剣で防具いらないんだな。まあ向こうも骨で頑張ってるからいいのか。まあそう、あ向こうもあで防具ないし、あまずいね。あ不屈の闘士死ぬんか。あ終わり、あよかった、おびっくりした。不屈の闘士ね、うん、中尾獣のやれかな。あ、うん、中岡はもういらない。自分の意思でぶっ倒れてるしな。中岡いらない。腹痛の意思は剣が持ってると、うん、中岡リバーが俺の意思を剣が引き継いだと。骨も残らんわ僕の方は。粉々に砕け散った。一振りの剣が発見される、うん、唯一の手がかりは剣に刻まれた円の文字、はい、人々は知った。遥か昔たった一人で魔王に挑んだ勇敢な鍛冶屋がいたことを、うん、畏敬の念を抱き人々は彼のことをこう呼んだ。しんみりしてくるな、うん、レジェンド・オブ・ソード・スミスと、はい、Thank you for playing. うぜえ。レジェンド・オブ・ソード・スミス。まだ言ってた。Bye. まだよ。ちょっと面白かったです。伝説の歌詞の面白かったですお話が。あ、小遊びではない。結構ボリュームあったです。うん。うん、まあ3だけど、なかなか一個一個のボリュームは。普通の最後のゲームは普通のスマホゲームでもありそうな感じではあった、うん、昔懐かしの感じもあり、分岐があるともっと面白いんだろうな、うん、うん、きっとだ。へえ。やるやんけ。増えていくのかな、ここに追加されていくのかな、次8とかになってそう、2になったりしたら、うん、なんかありそう、あり増えていくでしょう。ここの下にここもさらに6個とか8、うん、あれ出てくるじゃん、中岡が昔言ってた、うん、FF とかドラクエとか小分けにしてパズルみたくガシャンガシャンってやってやつ、戦闘はドラクエで、うん、お金は FF でみたいなことやるやつ、うん、マップはスターオーシャンで出てくるじゃない、パズルのやつ。他にもなんか何個か言ってたし、相当つらいとでも作るの。幕末志士の小遊び体制面白かったな。ぽいな、うん、あとは怒られないことを祈っておいてください。そうね。